体臭について、普通夏の方が体臭って臭くなるっていう風なイメージがあるんですけど、実は夏の臭さと冬の体臭のはちょっと違ってくるんですね。冬になってくると、まず湿度が下がりますよね。そしたら匂いも、部屋の反対側にインストまで届くんですよね。だから、部屋に入ってきたら、反対側にいる人が咳込んだり、で、不快な顔をすることがあったりとか。だから、冬場の方が夏よりも体臭って、遠くまで届くんですよね。で、埃っぽい匂いとか、あと、そういうものなんかも結構遠くへ届きます。で、夏と冬の違いは、夏は刺激臭とか、加齢臭とか、そういうのがしやすいんですけど、冬っていうのは、化学繊維の中で、蒸れたように匂いですね。もやしの袋を開けたような匂いとか、いつまでも粘膜に、まとわりつくような匂いとか、そんな感じの匂いが結構するんですね。で、体にこびりついた部分が、なかなか離れない感じでまとわりつくんですよね。そういうのが冬場の体臭の特徴です。そして、冬場に、匂いが気になる人っていうのは、やっぱり体を清潔にしようと思って、1日2回以上洗ったり、体を洗ったり、髪の毛を洗ったりするんですけど、洗えば洗うほど、体臭ってひどくなるんですね。普通、綺麗にした方がいいように見えますけど、やはり、洗いすぎになると、皮膚のいい微生物まで一緒に取ってしまうんですよね。で、綺麗になったかと思ったら、悪玉細菌の方が一気に増えてくるんです。だから、それと髪も洗いすぎると、髪の毛のキューティクルをやっぱり取っちゃうんですね。だから、で、傷めてしまうと枝毛ができたりとか、で、他の人が発した匂い、例えば電車の中で隣の人が臭かったとしますよね。そしたら他人の匂いを髪の毛に結構ひっつけてきたりとか、そんな感じで、で、自分の毛根からも、変な匂いがするとかいうのがすごく多いんですけど、やっぱり人からもらうこともあります。それが洗いすぎの体臭、もあるわけなんですね。で、顔も同じで、洗いの何回も何回も洗いすぎるっていうのは、皮膚にも良くないですし。で、こういう時は、冬場は、熊田さんのスキンケアバスエッセンスっていうのがありますから、そういうものをお風呂に入れて、で、それを100倍ぐらいに希釈して、保湿の、皮膚が乾いたらそれを使って保湿したりとか、あと、シスカのジェルですね。これなんかを全身に塗ることによって、結構匂いがまとわりついてこなくなるような感じがありますので、試してみるといいと思います。